今回は写真の話です。ソニーの α7S3 に S シネトーンというピクチャープロファイルが搭載されました。この S シネトーンというのはおそらく動画用のプロファイルだと思うんですけど、これを静止画に使ってみたらどうなんだろうと思ったので早速撮ってみたいと思います。それではちょっと行ってきます。さあどうだったでしょうか。今回撮ってみてまず思ったのは絵が優しいでした。ハイライトの部分を注意してよく見てみると階調がとてもなだらかで、この辺りが全体を優しく見せている要因だと感じます。あとすごく自然、現像しましたよ、からぐれしましたよっていう主張がなくてスッと絵に入り込めるというか、見ていて嫌味がないです。色味はおとなしめなんですが非常に美しいですね。クールなんだけど優しいという相反する印象を与えてくれるプロファイルになっています。じゃあ S シネトーンを今後も使っていくかというところなんですけど、自分的にはとても好印象ですっかり気に入ってしまいました。話題になっているのも納得です。これからは全部 S シネトーンで撮るかというとそんなことはないですけど、自分の作りたい写真や映像に合えば積極的に使いたいと思います。 S シネトーンを使ってみた人はいますか？もう使ったという人はコメントなどを感想欄に書き込んでくれると僕も参考になるので嬉しいです。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録、あとインスタグラムの方に写真もたくさんアップしていますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画で、バイバーイ。